なんで先輩だけですか。俺も前線で戦わせてくださいよ。上の決定だ。俺だっていつまでも新米じゃないんです。前線に出してくれたら証明してみせますよ。司令部を守るのも大切な任務だろうが。俺がビサイドからここまで来たのは真と戦うためです。分かっているが命令だ。さっさと配置につけ。先輩通行許可が出たのか。ああ。ガッタ、かわいそうだったな。戦わずに済んで運がいいじゃねえか。大体なんで戦うんだ。主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば、俺たちの戦いは、そう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎだな。ワッカ、もう話す機会がないかもしれないから謝っておきたいことがある。ルッツ、ダメ。なんだ。お前の弟を討伐隊に誘ったのは俺だ。すまん。で1回でも勝ったら、勝ったらルーに結婚申し込むって楽しそうに話してたのによ。ある日突然討伐隊になるだもんな。好きな女と一緒にいるよりもそいつの近くに真を近づけないように戦う、そっちの方がかっこいいかもってあいつは言ってた。リュウ、知ってたのか。この旅に出る前にね、聞いた。ルールーのパンチも効いた。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。レッツ、死ぬんじゃねえぞ。殴り足りないか。全然足りねえ。レッツさん、ダメ、言っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。通してやれ。お前が召喚士の道を選んだ覚悟とこの男の覚悟は同じだ。邪魔するな。どうしてユーナが道を開けたのか、それが分かったのはずっとずっと後のことだった。まもなく戦いが始まります。いろんな準備を忘れないでください。おいおい、なんか投げやりだな。当たり前だろ。俺は真と戦いたくてここまで来たんだ。それだってのに。あーくそ。認められたいのなら、まず与えられた任務を黙ってこなしてみろ。黙って働いても誰も認めてなんかくれないんだ。一言だと思って。ちょっとくらいルール違反でもまず目立たないとさ。
見返してやるんだ。ルッツ先輩。どうなってんだよ。おい、なあ、どうなってんだよ。お前何なんだよ。ルッツ先輩がいないのか。探しに行って見つけた。クラブが半分。あのバック野郎。俺これからどうしたらいいんだろう。もう嫌だこんなの。ビサイドに帰るよ。俺、ビサイドに帰る。先輩もいないし。そっか。一人で戦うの辛いよな。よその討伐隊もほとんど撤収しちゃったよ。俺ももうすぐ出発だ。黙って働いても誰も認めてなんかくれないんだ。だろ？そう思うよな。ちょっとくらいルール違反でもまず目立たないとさ。だろ？そう思うよな。ルッツ先輩、見返してやるんだ。ガッタ、ガッタ、お前何寝てんだよ。ガッタのやつ死んじまったよ。まあ運がなかったな。運も実力のうちってことさ。くそー！
新米のくせに無茶しやがるからこうなるんだ。なんであいつ最前線まで来やがったんだ。なんで司令部でおとなしくしてなかったんだ。チクショーチクショー。やめろルツ。うるせえ。お前に俺の悔しさがわかるか。わからねえわけないだろうが。すまん。ともかくよ、お前もうビサイドに帰れ。しばらく静かに休んでろよな。休む。おう。で、早く元気になれ。怪我もしてるんだろう。そうするかな。おう、頼むぜ。落ち込んでる奴のことは殴れねえからな。何もかもエボンの教えに背いた罰なんだろうな。これでお前ともお別れだな。え？ミサイド島に逃げ帰るのさ。いつまでもジーンの世話になるわけにもいかない。他の討伐隊もほとんど撤収しちまったしな。お前らももう出発か。元気でな。またどこかで会おう。